いやいいよ、じゃあ DM 送ってきてよ、みんな。みんな、これが私のです、つって。これ言ったらセクハラって言われでしょ。俺が言われても何にも。俺が言われて、俺が鼻くそをほじれって今言われてんだけど、何にもよ、何にも咎められないけど、俺がじゃあ DM でそ、じゃあみんなが鼻くそ送ってくれたら送るよ、やるよって言ったら、えー、ゆうやさん、それセクハラもあるし、パワハラもモラハラもです三段ですよって。 サポーター減るよ。確かに、サポーターは減る。でも、サポーター減ることを俺は意わない。そんな、俺の鼻くそまでサポートをしてほしい。ただ、メンバーシップは抜けないでほしい。テンション電車の中で、鼻くそ指でほじったら舐めてる女子って気持ちこれさ、これさ、何なんだろうね俺さ、あのさ、ある一定の <laughs>、てかさ、ある一定のさ、そのさ、 癖というかさ、いるよね。鼻くそと鼻くそ、鼻くそをコイン爆するなよ。<laughs> なんかさ、学校でさ、学校でさ、鼻くそを食べるやついなかった鼻くそを食べてるやついたよね。いたよって人。クラスに。ほら、71%だぜ。 だから、クラスに一人いたんじゃ、71%パーいたんでしょだから、この今134人の中に一人二人いるよ。食べるよって人は <laughs> ちょっとやめようもうこれ。いや、ほら七十今さ、今さ71、71%だったじゃないでさ、29%の人はさ、何言ってんのって感じじゃん。71%の人はもうそれを経ているのよ。 な、えええ,え鼻くそを知ってるええ食べた授業中に食べたって。食べてる男子いたでしょあれさ、誰に何を教えられもせずさ、食べるじゃん。あれって何なのあれ何なのあ、多分さ、日本だけじゃないじゃん。日本独特の自然な風習じゃないじゃん。多分外国もあるじゃん。あゆさんさ、人間の習性でしょあれ何なのあれなんか精神的ななんかあんのかな女子もいた。俺女子知らないわ。 でも、マジで、一人しかい、いんかったね。塩分摂取もっとある、もっとあればいいのに。もっとあればいいのに。もっと、もっとあればいいのにな。学校で使用 OK にしようぜ、もうじゃあ。いや、なんかね、多分、多分ね、こう、精神的な、疾患までいかないけど、おい、だからこれがさ、取り立ただされてなくてさ、名前が付いてないのがさ、なんとか証拠が多分名前あると思うよ、これ。 なんていうかあのさゴミゴミ屋敷になっちゃう人とかいるじゃんあれってさよくさまあ俺ドキュメントとか結構見るんだけどゴミ屋敷の人のストーリーとか結構さ家ついていていいですかとかのやつもあるんだけどさあのもうそのずっと一緒に住んでた方が亡くなっちゃってとか親が亡くなってえっ、ー、と借金があって全部持ってかれてそれから自分のものをなくしたくない人に取られたくないっていう気持ちになる。 っていう。あれね、心理的なね、あれなのよ。その、ゴミ屋敷もさ、日本だけじゃないです。世界であるからさ。あれ、咎めてもさ、しょうがないじゃん。なんか研究されたらマジで。人はなぜ鼻草を食べるのか。10人に1人は現在も鼻草を食べている。うぅ、ダメだこれ。あぶ、あぶ刺しゅ ちょっとこれちょっとどんな見解なのもうパッと書いてくれどの指でほじりますかのアンケートとか別にどうでもええわ。どうでもええわ。今も昔も一度も食べたことはないが62%だよ。4、4割は興味本位で何度か食べたことが <laughs>、食べたことはある。興味本位で何度か食べたことあるが今は食べない16%。<laughs> 私はよく食べていたが、今は食べない。9%。ほんとかよ。しかも、男性と女性の割合、ほとんど変わんないんだけど。世論調査。愉快犯おるこれ。なにこれ味とか、アンケート取ってるは面白。気になる。最も多い理由は、なんとなくだって。53%、なんとなく。だからなんかあるんだって。 もうなんとなくしかないよ。だって理由があったらやってないよ、全世界で。このさ、日本でさ、広い日本でさ、人口もたくさんいる日本でさ、違うさ、さ、場所でさ、食べてるやついるんだから。なんとなくだよ、それは。だからそのなんとなくがなんでなのかってことよ。その心理状態よ。だあるんだって。俺ちなみに一回もねえわ。 花草を食べる人の7割がお風呂でおしっこしちゃうそうです。どんな、どんな研究結果 <laughs> 研究結果、すご。あの、ゴミ屋敷のさ、人のドキュメントは結構ね、えぐいんだよ。なんかその、旦那さんが亡くなっちゃってから、全部、旦那さんが借金、それもね、借金あって、全部お金持ってかれちゃって、 で、全部持ってかれちゃうのが怖くなってたと思うんだけど、もう全部ゴミも捨てられなくなるっていう。でね、それをね、説得してね、芸人かなんかだったかななんか、テレ東のスペシャルかなんかでやってたんだけど、説得して片付けましょうってモザイク、その、女性の方かかってんだけど、そしたらさ、あのー、その旦那さんに編んでた編みかけの手袋が出てくんだよね。それを持ってね、ボロボロ泣くんよ。いや、切なかった、あれ。 網掛けの。あとね、1万円とか出てくんの。あの、古い。すごいよね。だからもう、心理があるんだよ。もう、世界でそうなんだから、将軍というかさ、異業、自分の鼻くそを食べると健康になることが <laughs>、ついに発覚。いや、ついにて、だから <laughs>、それはさ、結果論であって、鼻くそ健康法。<laughs> だから <laughs>、だからさ、もう本当にやばい、これ。 やばいね。まあでもそういうことかもしんないよね。結局は自然に自分で取り込んでいるみたいな免疫確保のため、免疫が低い人がやりがちなのかもしんないよね。うん、今ね、鼻草について、あのー、ほじくり下げてます。あ、掘り下げてます。一緒に鼻草について知りましょう。人はなぜ鼻草を食べるのか。 捨てたくないから、もったいないから8%。興奮するから5.5%。空腹を満たすため4%。背徳感を感じたいから4%。その他、その他、その他5%ぐらいだけどさ、その、背徳感を感じたいからまであんだに、その他何があるんだよ